大ダークスタイルで加藤さんでいい当たりだ。ぐんぐん打球伸びて。パワプロ30周年特別企画、パワプロ2024-2025レジェンド OB 対決シリーズ。さあ、いよいよ始まりましたレジェンド OB 対決シリーズです。この企画は各球団のレジェンドがそれぞれのチームでベストオーダーを組んでパワプロで対決するというスペシャルな企画になります。本日司会進行を務めます三橋大輔です。同じく司会進行を務めます袴田綾衣です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今回の対戦カードですが阪神タイガースと読売ジャイアンツということでございまして、はい、それでは早速出場するレジェンド選手ご紹介しましょう。まずは阪神のレジェンド井川圭さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということでね、今日はもうパワープロの企画ということですが、はい、いかがですか。9回1のゲーマーだと思ってるんで、はい、このパワープロの企画呼んでいただいてありがとうございます。はい、ぜひね、ゲームなどをしてて、はい、その登板に遅れそうになったことがあるとか、なんかいろんな話ありますよね。そうですね、ちょっとゲームに夢中で、はいはい、ブルペンを遅れてしまったっていうのありますよね。そこまでハマっちゃったことがあるという。そうですね、はい、そのゲーム好きでいらっしゃるんですよね、はいはい。さあ、今回はその井川さんにですね、阪神の代表としてお越しいただきましたが、対戦相手が巨人と、はい、いうことでございます。球史に残る様々な名勝負ドラマを生んできたこの伝統の一戦が今回パワープロでも繰り広げられます。果たして阪神と巨人どちらが勝利を収めるんでしょうか。それでは伝統の一戦に臨むにあたり、対戦相手である巨人に対するこのね思い、これお聞かせいただけますか。阪神タイガースっていうのはね、大阪にあって打倒東京とか巨人っていう意識があるんで、やっぱり巨人には負けたくないっていう気持ちは人一倍強いと思いますね、はい。井川さんの巨人とのこうご自身はこう相性とかってどう考えてたんですか。自分相性はいい方だと思うんですけど、やっぱりいいバッターが巨人揃ってるんで、まあ、やっててやりがいがあったなとは思いますね、はい。また阪神っていうのはこう井川さんからしたらどんなチームだなっていうふうにこう見てましたか。まあ、やっぱり巨人はね、なんかシュッとしてるイメージがあるんですけど、阪神はこうのぶしのようなイメージがあって、もう豪快な選手が多いんでね、まあ、そういうイメージですね、はい。すごい楽しみな一戦ですよね。まあ、甲子園でのこの声援とか、まあ、逆に厳しい声も多かったと思いますが、振り返ってどうですか。自分にはちょっと厳しかったですけど、まあ本当野手とかにはね、本当こう後押しになるような応援っていうのはすごくあったと思います ね、うん、ね。甲子園での伝統の一戦だとまたこうムードが変わるというふうに聞きますけど、どうでした。そうですね、盛り上がりはもう半端ないですよね。ただその相手の巨人の選手がかわいそうだなっていうぐらいすごい応援でしたね。すごい力になる声援ですよね、そこまで盛り上がるとね、はい。まあ、それがゲーム内でね、どのように再現されるのか非常にね楽しみですので、ぜひ今日はよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、では続きましてこちらのレジェンドにお越しいただきました、巨人のレジェンド牧原ひろみさんでございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。牧原さん、巨人のレジェンドとして参加されるんですけれども、うん、意気込みをお聞かせ願いますでしょうか。僕でいいんですかっていう気持ちがかなりあるんですけれども、まあでもね、もう来ちゃったんで、はい、頑張りたいと思います、はいはい。ぜひよろしくお願いします、はい。さあ、そして今回は巨人阪神、阪神巨人のね伝統の一戦を、そうですね、はい、フューチャーしますけれども、うん。まあ僕らも現役時代やっぱり意識して、やっぱりまあ当然視聴率も含めてだいぶ注目されてたカードだったんですよ、僕らの頃もね。そういう意味では非常になんかこう襟を正すような、球場入る時も甲子園球場行く時もなんかそういう思いがあるチームとの対戦でした ね。当時のですね、ジャイアンツ、はい、巨人のチームカラーっていうとどういう形でしたか。まあ、やっぱり FA だとかこう選手たちをいろいろと取ってくるみたいなことじゃなくて、ドラフトがチームをこう作っていくっていうような時代だったんですよ。その時のそのいる選手たちだけで何とかしなきゃいけないっていうところでは大変だったんですけど、でも注目されてるその球団っていうのはすごく僕らも意識あったんで、まあ明るいキャラの人が結構揃ったし、いろんなタイプいっぱいいたじゃないですか。それはそれでやっぱり人気のあるチームってこういう人たちがたくさん集まるんだなっていうふうに僕は思ってましたけどね、うん。まあ、ピッチャー陣の中では槙原さんが相当明るくムードメーカーだった感じですか。いや、まあでも江川さんとかあの辺のね、佐田岡さんとか、うん、まあ、江川さんは明るくは見られてないでしょう実際は明るいですし、うん、
貞子さんも黙ってそうだけど裏だとよう喋りますから、うん、そういう意味では面白いキャラの人ピッチャー陣ではいたし、中川さんみたいにもう常に元気な人とか、原さんみたいに常に縁になる人とか、篠塚さんみたいに職人の人がいたりとかっていうのではやっぱりキャラ立ってたなって感じしますよね。もう今お名前出ただけでもすごいメンバーですもんね。これちょっと上の人の世代をまず言っとかないと僕らの世代は僕らの世代で、またピッチャー陣だとね、まあ、うるさい宮本がいたりとか元気しかないような人もいましたからね、うん、そういう点では非常にこうなんかバランスよく戦いましたよね、うん、やはり上昇軍団巨人というプレッシャーっていうのはやはりありましたか、うん、ありましたね。とりあえずやっぱりなんか他のチームはチームをこう育てていく期間があってどうのこうのっていうようなことがあったんですけど、優勝をもう常に言われてたチームだったんで焦りみたいなのはすごく毎年ありましたよね。他のチームの人たちはどうだったか分かりませんけど、まあ、僕らが見てた印象としては、あ、もう何年間で優勝すればいいチームの人たちなんだなと思ったけど、僕らの時はなんとか力がだいぶ落ちてる時期でも優勝しなきゃいけないっていうふうに言われてたんで、これがまあ宿命だったのかなという気がしましたよね。レジェンドはね V9 とかそういうのが重く、結局もうそこがベースになってるんで、V9 から僕らに来て、でもやっぱり FA でいろんな選手が来たりだとかトレードが来たり外国人がいつも取れたりっていうことじゃなかったんで、それはそれなりに苦悩ありましたけれどもね。さあ、そんなお話もお伺いしながら、はい、ね、対戦楽しみにしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。それではコーナーに参りましょう。レジェンドオーダー決め。さあ、このパワプロ2024では各球団の歴代レジェンドチームが搭載されております。そこで阪神歴代レジェンドチームの中から井川さんのベストオーダーを決めていただこうと思います。なお本日のパワプロ対決試合はイニング5回までとなっています。さあ、これね、レジェンド選手、はい、たくさん入っておりますので、はい、オーダーを組んでいただくというのを、はい、ぜひ井川さんにやっていただきます。はい、井川さんが誰を選ぶのかというのがやっぱりすごく気になるところなんですけれども、うん、そうですね、うん、阪神ファンの方が納得するようなオーダーを作りたいと思います、うん、はい、はい、ね、この選手はぜひ入れたいという選手決まってますか？巨人が相手っていうのはやっぱり85年の3連発があると思うんで、うん、そこのクリーンアップは入れたいなと思ってます。あ、ちょっと外せない ね、 ね、ファンとしては熱いですね、そこが入ってるとね、はい、そこを再現したいというのはあると思いますけどね、はい、うん、さあ、そういったところで井川さんどんな、ね、オーダーを組んでいただけるのかというのをね、はい、早速実際のパワープロでオーダーを決めていただこうと思います。はい、ご覧のような画面になりました。もうね、先発井川と入ってますけど、これもどうですか、問題ないですか？いや、ここは違いますね。使わないですか？井川ではないですね。あ、そうです、はい、なんでですか？もっとレジェンドの方が、はい、入ってるんですよ、もうレジェンドのもうちゃんと代表として。阪神ファン多分納得いかないと思うんで。そうです、でも適正先発ってね、そうですよ、ちゃんとついてますけどね、コントロール D ってなってますよ、多分そのぐらいです。スタミナ A ですから。そうです、スタミナ A ですから、はい、ね、はい、あ、そうですか、はい、あとの逃げ玉尻上がりだったりね、うん、いろんなこういった特殊能力もついてると、はい、フォーカーフェイス、はい、そうです、はい、井川さんっぽいですね。そうですね、はい、フライボール、フライボールピッチャーなんで、ね、はい、はい、どうですご自身でこの特殊能力って見ていかがですか？ありがたいこと、牽制丸っていうのは嬉しいですよね。ほぼ牽制刺したことないような気がするんですけど。ご自身の得意感で言うと、あ、得意な方だとは思うんですよ、はい、うん、ただそのプロであんまり刺した覚えがなかったので嬉しいですね。そうなんですね、はい、じゃあ一応他にどんな方が先発だったりこうピッチャーラインナップがいるかっていうのをちょっと見ていただいて、はい、そうですね、井川さん誰が、そうですね、やっぱり同じ左なんですけど、あのレジェンドの江夏さんを、はい、はい、先発で使いますか？先発で使いたいです、はい、江夏さんは中継ぎも抑えも適正入ってるんですか？そうですね、はい、はい、まあ、でも5イニングなんで、はい、ちょっとあの後ろのにちょっと強いね、はい、阪神はいるんで、うん、はい、はい、ちょっと江夏さんを使いたいなと、ね、はい、井川さんでもせっかくご自身で戦うのであれば、ね、どこかに入れていただきたい気はするんですけど ね、 ね、ワンポイントで使えたらいいかなと思うんですけどね。ちょっと贅沢じゃないですか、井川さんワンポイントっていうの。井川よりやっぱり江夏さんの方が、はい、そうですか、じゃあ一旦江夏さんにしましょうか、まあね、じゃあ先発は江夏さんということで ね、はい、ですね、はい、じゃあ他にどなたを入れるか決めていきましょう、はい、はい、
ちょっと井川適正がね中継ぎないんで、ええ、ちょっと藤浪くんを勝ちに行きたいんで、はい、入れたいですよね、はいはい、今オフになってますけれども、はいはい、藤浪投手を入れます、はい、を入れると、はいはい、もうこれでいいと思います。はい、井川さんオフになっちゃいましたよ。まあ自分はちょっとトークで見たいと思いますね。はい、それでいい大丈夫ですか。はい、はい、なかなかご自身入れないという、ね、選択も珍しいですけどね。謙虚でいらっしゃいますけど、はい、じゃあよろしいですか、はい、皆さんね、ピッチャーはこんな感じで、はい、はい、では行きましょう。ではじゃあ野手の方行きましょうか。はい、今度はねスターティングオーダーになりますけれども、はい、現状このようになっておりますが、うん、まあ、ベンチメンバーと入れ替えももちろん可能です。そうですね、一番をはい、真由美さん、その心はちょっとやっぱ85年を意識して、なるほど、はい、使いたいなと、はい、2番を赤星さんに、はい、3、4、5はそのままで、まあ、そうですね、はい、うん、外せないとおっしゃってましたもんね。6もそのまま、はい、これで、はい、おー、3、4、5っていうのが、うん、はい、こう井川さんにとったらこう憧れとか、こうどういう風に見てたんですか、はい、あの頃っていうのは。いやもうテレビでね本当に、まあ、見るしかなかったんで、はい、すごい存在ですよね。もうレジェンドの中のレジェンドですね、うん、はい、そうですね、金本さんが7番っていうのもね、そうですね、贅沢ですよ、はい、これどうで特殊能力とかも見ていかなくていいですか。あ、大丈夫です。8番に入れた吉田芳生さんは、はい、うん、ちょうど多分併殺があるんですよ。なのでまああの1番出た時の併殺が嫌なんで。あ、なるほど、はい、なのであえて9番に。そうですね、はい、守備もね牛若丸っていうところで入ってますからね、うん、守備力があるんで、はい、金本さんのところに兄貴ってありましたね。あ、そう、金本さん鉄人とかね。兄貴って何でしょうかね。ムードを良くするとかね、うん、そういうところでしょうかね。あ、そう、兄貴感をこう、うん、チームにこうね浸透させるようなことらしいです、はい、こうレジェンドならではで面白いですよね、はい、うん、こういうあのオリジナルの、ね、はい、能力がついてるそうです、はい、まあ、あと短期決戦ですから、これベンチメンバーももちろんいろいろ使えますから。はい、そうですね、はい、もう代打の神様がたくさん揃ってるんで。あ、そうですよね、はい、どうでしょう、この中だと一緒にプレーした方は、はい、どなたになりますか。赤星さんと金本さんですね。あー、はい、こうチームメイトとしてどんな選手でしたか。そうですね、特に赤星さんはあの守備範囲が広いん で自分フライボールピッチャーだったんでだいぶ助かりましたよね。もう取れなそうなボールでも取ってくれるんで、うん、本当ありがたかったですね。もう多少左中間でも右中間でも、はい、取ってくれると、もうだいぶ、はい、広かったですね、はい、兄貴はどんな存在でしたか。金本さんやっぱり打つ方が、はい、本当にチャンスに強かったんで、金本さんのところでチャンスに来たら大体得点してくれたんで本当ピッチャーとしてはありがたかったですよね、はい、では決定ということで気になるオーダー発表は後ほど行います。はい、皆さんお楽しみに。さあ、牧原さんには巨人歴代レジェンドチームの中から牧原さんのベストオーダーを決めていただこうと思います、はい、なお本日の対決試合はイニング5回までとなります、はい、さあいろいろね、先ほどの話もありますがレジェンド選ぶのも大変ですが、うん、パワープロだとレジェンドは結構優位にするんじゃないかと僕読みをして、うん、あのもうね例えば江川さんだとか絶対数値高いだろうとか、うん、いうふうに下読みはしましたね、うん、はい、そういう予測もしながら、はい、その中で牧原さんがこの選手は絶対入れたいなっていう方っていらっしゃいますか。これはもう世界の王さんでしょう。そうですね、うん、だからやっぱり、まあ、多分タイガースでいうとバースなんかどこ投げてもホームランみたいな、はい、王さんもどこでもホームランしますよ多分、牧原さんにとって王さんってどういう存在なんですか。いやもう僕やっぱり憧れの人だったし、僕が入った時は助監督だったんで、まあ後に監督されるんですけど、まあ、僕らがすごくこう野球を興味持った時期のものすごい世界記録を更新してってる時代だったんで、もう実際のレジェンドと一緒に野球できるんだと時だけでもあの興奮したのをよく思い出しますね。牧さんが完全試合された時に何か言葉いただいたりっていうのはあったんですか。その時はね長嶋さんだったんですよ。あ、長嶋さんはね、長嶋さんでもうお年も召されて第二次政権の時だったんで、はい、これ非常にこう温かくこう見守ってもらったっていうのがすごくあって、すごいでも方々と一緒にプレーをされてね、そうでもその人たちをちゃんとオーダーに組めばさ、多分すごい活躍してくれると思うんですよ。
僕のオーダーを見てここはこう違うよっていうのはあんまりないんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。そうですか、じゃあちょっと特殊能力なんかもちょっと見ながら、そうですね、組んでいきましょうか。そこはね僕も全然知らなかったんで、はい、特殊能力を、ねはい、じゃあちょっと組んでいきましょう。まずはじゃあ先発からいきましょうか、はい、まあ、これはこのままで、どうしますか。ここはさあ絶対バース掛布岡田この3人は使ってきそうですよね。あ、実際これを使ってみて、3連発打たれたらこれはこれで盛り上がるけどね。でもそこは阻止したいところですよ ね、 そうですよね。これいきますか。じゃあ面白いよ ね、 いいですね、ね、特殊能力ミスターパーフェクトってついてますよ。いやそうなんだけど、はい、これ見て俺がっくりしたのは、はい、コントロール C なんですよ。スタミナエースですから。多分若い頃の数値が反映されてるんでしょうけど、はい、うん、いいですよ僕これで。おだって掛布さんとかバースさんとか岡田さんとやれるんでしょ、はい、そこまで持ってれば、1回には対戦する可能性、はい、1、2回には対戦する可能性ある。そうですね、まあ、ちょっと遊びでやってみましょう。行きましょう。じゃあ僕先発行きましょう、ね、先発は牧原さんで、はいはい、どんなメンバーをですね、まあ、5回というミニ短いイニングですから、はい、細かく継投される方もいます、どうしましょうか。いやこれはもう入れ絶対入れときたいのは江川さんです。江川さん今オフですが、はい、引っ張り出しましょう。江川さんはねもう一緒にやってて凄さも十分分かってますから、はい、あと斉藤正樹、やはりね、入れましょうよ、名優です、うん、あと上原も入れときたいな後ろで、はい、ね、あ、そうです、抑え、うん、で隅さん、うん、左のね、はい、これこんだけ入れはもう5イニングすぐ持っちゃうでしょ。そうですね、となるとこれ入れ替えになるんです。あ、そう、入れ替える、入れ替えなきゃいけないんですね。何人入れればいいの今この入ってる人数入ってるのが今マックスみたいなんで、うん、江川さんと斉藤さんを入れるなら誰か2人を出さないといけない。そうなんです。すみません香取さん。わかりました、はい、一旦香取さんをオフにして、はい、もう一人西村を、あ、西村ここはね、はい、まさきさんを、もうこの辺でこれいいんじゃないの、はい、これじゃあこのメンバーに、はい、いいじゃん、なりました。そうですね、はい、ピッチャーはこちらということで、はいはい、ではじゃあ野手の方いきましょうか、うん、さあスターティングオーダーが、はい、じゃあまず1番からこう組んでいきたいと思います。これはもう柴田さんでしょう、やっぱり盗塁数がちょっと群抜けてたからね。そうですね、ね、能力と盗塁が A になっています。ね、2番坂本同様、坂本選手いきますか。やっぱりこう今の現代とも融合させていかないと、ね、あの今若い人たちには評価されない、これ坂本入れたいでしょ。張本さんを抜く可能性ある人だよ、この人。そうですね、うん、でまあ王さんだよね、はい、3番王、 ON だよ、世界の王っていう、ね、世界だよ、ね、うん、能力がついてます。特殊能力なんですか。もうなんかありすぎじゃないですか。そうなんですよ。威圧感とかね、うん、固め打ち、初球、でもどっちかしたらこう引っ張るイメージしかないんだよね、フルヒッターってのが入ってますね。フルだよね。あの黄色い能力はもう怪物級ですから、うん、そうですね、はい、あ、そうなの。そうなんです。世界の王という、という能力です。なるほど、はい、いやまあこの辺はこうしないとね。そうですね、そしてそして4番、長嶋さんでしょう、はい、うん、ミスターミスターじゃないです、はい、ミスターっていう能力あるんですね。ねミスター、はい、さよなら男、こういうイメージありますよね。5番以降は、はい、これ松井、これはもう僕ら一緒にやって入ってきた頃から見てるんで、うん、この選手、まあ、後に大リーグで活躍する選手になるわけだから、うん、はい、まあ、これは見逃せないですよね、うんうん、そして6番どうしましょうか。由伸をちょっとね、はい、まあ、これもまあ現代に融合してね、由伸、はい、のやっぱり勝負強さとか、まあ、肩、守備ね、怪我が多い選手だったけど、5イニングだったら怪我しないでしょ。この1試合で怪我されちゃうのね。吉野部に守ってもらいましょうよ、はい、うん、そうしましょう、はい、さあそしてキャッチャー、これは新之助、うん、まあ、キャッチャーでは群抜いてるでしょ、成績も含めてね、はい、そして8番、はい、これ篠野さんが8番だよ、やばいねこれ。本当は2番に篠塚さん置かなきゃいけないのかな。変えられますよ。変えれるの。もちろん変えれます、じゃあ2番に篠さん置いて、はい、うん、8番坂本、ほんとごめんな坂本な。うん、そこはでもやっぱり先輩方がね、うん、そうですね、そうですね、強いよね、うん、いいんじゃないですかこれ、うん、はい、はい、いやまあこう見てもものすごいラインナップですね。そうですね、はい、はい、さあということで決まりました、ありがとうございます、はい、気になるオーダー発表はこちらも後ほど行います。はい、お楽しみに。レジェンド球団対決、いよいよですね、はい、お待たせしました、夢の対決、はい、阪神歴代レジェンドチーム対巨人歴代レジェンドチーム、改めて井川さん、牧原さん、よろしくお願いします、はい、お願いします、よろしくお願いします。
さあちなみにお二方は現役時代交流っていうのはあったんですか？ないよね。ないですね。ちょっと世代が違いますよ、ね。どうですか、現役時代のお二方の印象をちょっとお伺いしたいんですが、井川さん、槙原さんの印象っていかがでしたか？いや、もうテレビの方っていうか、もう一軍でバリバリ投げてる方を、はい、見てる感じですね、はい。阪神の3、4、5番ともね、対戦された方ですもんね。そうですね、はい、そうなのよ。3、4、5番の人たちはもう本当バリバリの頃に対戦してたんで、まあ、僕もまだその頃若かったんですけれども、そうですね。槙原さん、井川さんのことはどういう風な選手？もう井川君はやっぱりもうなんかすごく野球に対しても真摯にやってるっていうのは情報を聞いてたりするんで、で、まあ、20勝した時も見てるんで、やっぱりこうなんか野球好きなんだろうなっていうのを僕はすごく思ってました。ああいう風になりたいなと思いましたね。僕もどっちかって言ったら野球、ね、は仕事でもうそれ以外は違うことを考えたいっていうタイプなんだけど、まあ、常に考えたいタイプだったんじゃないかなと僕は思ってますけど、違う？どうですか？まあ、比較的そうですね、まあ、野球中心ですけどもゲームも好きなんで、ゲームで気分転換をしてましたね。これはそのパワープロに今配慮して言いました？いや、あの本当にパワープロは昔から買ってあの毎年、はい、あのプレステとかでやってましたね。僕らもでも逆に言うとそういうのも出だしでまだそういうプレステの時代じゃなくてもやってましたから、まあ、そんなお二方の対戦っていうのもね、楽しみですよね。そうですね、オーダー知らないから僕見てみたい。そっか、お二方のね、今ここで発表しますから、はい、うん、はい。さあ今回は自動対戦となりまして、お二人にしていただく操作は選手交代のみでございますので、はい、試合は5回まで、同点の場合はノーアウト1塁2塁の特別ルールが適用されます。さらに今回の実況私が担当させていただきます。よろしくお願いします。生で実況していただけると、はい、伝統の一戦ということですので、伝統の一戦も皆さん楽しんでもらってね。そうですね。それではお二人が組んだオーダーこちらになります。ご覧のようになっておりますが、まゆみさん先行からご紹介いただけますか？そうですね、はいはい、まずは先行が阪神、1番ライトまゆみ、2番センター赤星、3番ファーストバース、4番サード掛布、5番セカンド岡田、6番キャッチャー田淵、7番レフト金本、8番ショート吉田、そしてピッチャーは江夏と。いやこれはまた来たねこれすごいの。あでも俺が選んでもやっぱりそういう感じになるのかなって感じですね。すごい選手しますね、うん、やはり 3-4-5 ですよね。 3-4-5 参ったよ。もう15年の時は完全に僕が3連発で勢いをつけて阪神の優勝に貢献しましたからね貢献した方ね、貢献した方ね。でも井川さんも阪神ファンが納得するようなオーダーを組んだというふうにおっしゃってましたもんね。そうですね、歴代の阪神の選手の多分最強かなっていう打順を組みましたね、はい。この2番の赤星っていうのは結構助けられたんですか、守備とか？そうですね、やっぱりセンターの守備範囲は広いんで、で甲子園やっぱり広かったんで、はい、入れましたね。もうレジェンド吉田監督の吉田さんですよね、あれね。そうです、はい、牛若丸ですよね。そうです、はい、すごいよ。あと江夏さんもさ、僕らも伝説でしかあんまり聞いてないんだけど、見てみたいですよね。後攻めは巨人、1番センター柴田、2番セカンド篠塚、3番ファースト王、4番サード長嶋、5番レフト松井、6番ライト高橋由伸、7番キャッチャー阿部慎之助、8番ショート坂本、そしてピッチャーは牧原、はい、ご自身できました。3連発がまた繰り返されるかどうか一回試してみたかった井川さん、こちらの巨人のオーダー見ていかがでしょう？伝説の方ばかりで、はい、いやこれ実際にこういう打順が、ね、あったら怖いですよね、ピッチャーとしては。本当に息が、ね、抜けないですよね、はい、これは。井川さん、行かなくてよかったですか？いや、もう必要ないです、はい、自分はちょっと遠くで見たいですね、これは。槙原さん、ちゃんと井川投手も入ってるんですよ。入ってるのにもかかわらず、いや、こういうところがやっぱり控えめでね、やっぱりいいところじゃない、彼っぽい、彼っぽい、井川君っぽいよねさあ、このような素晴らしいメンバーになりました。パワープロだからこそできる、夢のオーダーということになります。はい、はい、どちらが勝つのかね、予想はつきませんけれども、名勝負な予感がしますね。さあ、それでは先行阪神歴代レジェンドチーム、高校巨人歴代レジェンドチームで試合開始となります。なお高校チームのホーム球場東京ドームが試合会場です。それではプレイボール、お待たせいたしました。夢の対決です。巨人歴代レジェンドチーム、そして阪神歴代レジェンドチームです。顔も寄せてるんですか、これ結構。ちょっと寄せてますね。寄せてる。さあ、まずは高校の巨人が守備につきます。はい。さあ、そしてスターティングオーダー。
阪神レジェンドチーム、やはり3番4番5番がどんなバッティングをするのか。さあ今ゆっくりとマウンド上です。ふてぶてしいですよ、なんかやだな。さあミスターパーフェクト、さあ1番は真由美さんともよくやったよ。初球打ち、ライトに流す、ライト線、どうだ、う落ちました。なあもうさあ真由美さん。さあ続いて赤星を、赤星バントの構え、手堅く送ってきます。さあ牧原が取って一塁送球です。まあセカンド投げれるようなあ、これもいきなり来ましたよ。問題の3番4番5番バース、おいフォークを見逃す、ね、インコースズバッと決まりました。150キロ、おお、あいいよ、インコース攻めています。さあ先制チャンスタイガース、よし空振り三振、よっしゃ、高めのストレートでした。いいよ、ご自身の球どうでした。いやいや、いい球でしたね。ツーアウトランナー二塁、かけさん際どいコース、さあセカンドランナー帰れば先制、おいいじゃないですか、コントロール C なんですけどね。投球3球目、ツーボールワンストライク、真ん中の甘く入ったボールですが打ち損じ、サードフライになりました。さあ一方の今度は事なきを得ましたね、巨人の攻めです。江夏がマウンドに上がります。いや江夏さんと王さんの戦いなんてすごいんだよね、昔はね、夢の対決、間を取っています。さあ1番柴田、151キロ、おお、サードの頭上抜けました、長打コース。さあ一塁を蹴って二塁に行く、ツーベース、さすが足が速い。さあジャイアンツが1回の裏先制チャンス、ここはすっぽ抜け、おお曲がる、いいカーブ、3球目もいいコースに決まります。さあ追い込んだ、うまく流したぞ、レフトの前、落ちました。ノーアウトじゃないのこれ、ノーアウトランナー三塁一塁になりました。ここで王貞治バントできねえし、ノーアウト三塁一塁、初球打ち、打ち上げた、キャッチャー見上げる、アウトです。スーパーレジェンドピッチャーフライ、長嶋さん、長嶋さん、ただ4番長嶋見逃します。どうでしょうって言ってほしい。打って2球目、よく見ています。見えてる、右バッターのまっすぐが外がすごいコントロール良かったって言ったね。あれコントロール悪くなってた、江夏さん、ボール先行、どうよ、ゴロになる、ダブルプレーじゃないの、セカンドショート、そしてファースト見上がってダブルプレー、こちらも0点抑えました。惜しい、内野ゴロゲッツーでした。井川さん作りましたけど、ね、いかがですか。いやさすがですね、このピンチで抑えるのはやっぱり江夏さんですよね。ナイスだねこれ、ね、怖い怖いクリーンナップを、まあ、両チーム抑えたということになりました。1回終わって0対0です。いやー槙原さん緊迫してますね。そうですね、はい、さあ槙原さん続いて岡田さんですよ、うん、岡田さん、さあ2回の表、ーおーんって言われちゃうか。よっしゃ、落とします。いい、まだね。うわ、際どい。フォークばっかじゃん。さあ、追い込んだ。スライダー、ストライク、見逃し三振。見逃し。しもう十分です。ここで、ここで変えます。交代しましょう。もうあの3人を抑えたらいいと。ね、さあ、田淵さんには、堀内さん、ちょっと行ってみようか、これ。これ堀内さん？そうです。堀内さんだよね。はい。はい、堀内さん投げたそうだからね。ここでレジェンド堀内、さあリリーフとしてマウンドに上がります。 V9 時代のレジェンド、僕も田淵さんと現役時代やったことありますからね、西武の頃にね。さあ早く2人目のピッチャーを投入、真ん中、いやいや失投でしたが、両チーム0対0です。回は2回の表、いいコース決まります。いい球だ。さあ追い込んだ、ツーボールツーストライク、空振り三振です。いいよ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 、ナイス。さあ続いてツーアウトランナーなしで金本、チェンジアップ、
兄貴には頑張ってほしいですね。いやもうここ打ってほしいな。ほらボテボテピッチャーベースカバーでアウト、きっちり抑えました。下位打線2回の表阪神0点です。うん、さあそしてゴジラ松井、ゴジラお2回の裏ジャイアンツの攻撃、おおピッチャー江夏続投です。いいカーブ、パワーカーブ、投球3球目際どいコースですが外れます。バッター松井に対して踏み込め、あ、うん、はい、空振り、まっすぐだったの、うん、さあ2-2追い込んだ、まっすぐだ、まっすぐ打ちました、153キロ詰まっています。ファーストフライになりました。さあそして続いては高橋由伸、はい、さあ両チーム無得点2回の裏、153キロ、江夏さんいいですね。いやいいですね、これ左なんでね、ちょっと右が来たらちょっとそろそろ変えようかなと思うんですけど、はい、さあ2球で追い込んだ、高めボール、ストレートで押し込んでいく、カーブだ、カーブだ、踏み込め踏み込め、あれストレートでいく、あ危ねえ間違えてた、ストレート続けて投げました、打球伸びて落ちました、よしよしよし、さあそして一塁回ったところでストップね、足はそんなに速くない。阿部背番号10、ワンアウト一塁です。真ん中決まる、2球で追い込んだ、おい高め、危ない危ない、うん、際どいところ 2-2、 おい、打球でぐんぐん伸びて伸びて伸びて、どうだ、入った、マジっすか、阿部慎之助の一発が出ました。よしよしよし、慎之助2点を先制しました、巨人先制。江夏さん疲れてきたな今の投球ご覧いただきましょう。そしてこのバッティング、打った瞬間でしたね、槙原さん。そうですね、まあこれ東京ドームの看板もみんなリアルなんですね。変えます、ピッチャー交代、村山さんで、お出た、ザトペック投法出てくる、はい、お願いします、ピッチャー交代、はい、村山実がマウンドに行きます。ザトペック投法、すごいフォーク出るね、ここはきっちり、これ以上点は許されないところ、回は2回です。バッター坂本、おお2球でね、追い込みましたね。あー、これ見逃し三振、三球三振、すごい坂本、あ、すみません、代打お願いします。清水行きましょうか、うん、清水、はい、ね、ここで清水、清水行ってくれ、さあ、代打清水です、はい、左バッターボックスに入ります。これなんでまた清水さんにしたんですか。いや、これまだ、あの、回がまだ浅いんで、あの、重鎮は取っといてとりあえず清水で、なんとかね。3球目見送ってストライク、ダメだ、気が押されてるよね若手振らないじゃん全然そうです、ね、坂本も清水も威圧感に押されてるんですかね、うん、流した、どうだ、わずかに左ファールボール、見ました、フルカウント、フォアボールでもいいぞ、空振り三振、ここは村山抑えました、やられた、代打清水ならず、しかしツーランホームランで2点を先制しました、ね、巨人です。ピッチャー出しとかなきゃね、これピッチャー行きましょうか、江川さん行こうか、おね、豪華なリレー、とりあえずここで行っとかないと、はい、みんな見たいでしょ、江川さんのね、ですね、適正ないですね、主能力リリース適正のない選手が登板していますが、いいえ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 、はい、でもさ、しょうがないじゃんね、もうそうですね、 OK ですか、うん、OK ということですね、使いましょう、はい、それで行きましょう。さあそれでも江川投手を見たいという、はい、なかなかリリーフでは見られない夢のこの系投になります。さあそして吉田芳雄に対して江川、回は3回です。154キロがいきなり出ました、うん、155キロ、うん、際どいコースですが、3ボールですね、頼むよボール先行、おい
落ちたんじゃないこれ。落ちたでしょ。落ちました。さあ打ったバッター一塁蹴る。吉田さん二塁に行く。よしツーベース。うわ牛若丸。ノーアウトランナー二塁で、ここでタイム。はい、代打、代打、代打。さあピッチャーに代打です。誰にしましょう。ですね、左で、あれ檜山さんって入ってました。います。あ、カートさん。どっち。あ、カートさん。あ、代打ってきたんです。カートさんでお願いします。ここでカートさんを出た。OB会長代打丸ついてました。はい、ムードメーカーというふうに書かれてます。カートさんともやりましたよ。はい、サイガー対カート。ここも夢の対決です。カーブ空振り。明さんはカートさんどんなバッターでしたか。いや、カートさんはあれですね、後半出てきてもう諦めの早い感じの球にね打ち上げたが回るボール。さあただ反撃のチャンス。低めのボール打ちました。うまいバッティングだ。さすがカートさん。人類代になりました。さあ今度は1番に帰って真由美。ワンアウト三塁となっています。やばい。よし、右中間どうだ。ライト追いつく。いやこれはだってしかしタッチアップ。いいボール返ってきますが間に合いません。1点返しました。阪神2対1になりました。やっぱりリリーフ適正ね、内賀さん。うまく右へ持っていきました。これはやっぱりちょっとね、そうか、俺が使い方間違えたんだな。さあランナーはいなくなりました。まあ、1点差、面白い試合ですね。面白くなりましたね。さあ2番赤星。赤いリストバンドしてんだね。セーフティーバント。あー、ちょっとピッチャーの真正面でしたね。はい、さあしかし1点を返しました。あ、さあピッチャーですね。はい、じゃ久保田でお願いします。うん、はい、リリーフ適正あるもんね。はい、ここで久保田。ここで久保田さんというのは、はい、伊賀さん。そうですね、もう速球で押してほしいなと思って。うん、はい、はい、バッター柴田に対してまずはスライダーから入りました。2球ボール、1点差です。よし、待て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 だよ。あら、あ、ファーボール。ストレートのファーボール。ちょっと待っていきなり打者一人でいきます。はい、ジェフ・ウィリアムスでお願いします。ウィリアムス、 JFK のね、ちょっと順番が違いました。はい、そうですかね。とりあえず篠さん何とかしてくれんだろう。点差はわずかに1点です。うわ、これ打ち抜くそうな球投げるね。うん、スライダーが中に入ってきますが、ここもボール先行。よく曲がります。曲がってるよ。ランナースタート。おい、二塁送球、キャッチはセーフ。盗塁成功です。さすがですね。年間80盗塁の落ちですからね。さあ得点圏にランナー進む。よし、流す。しかしサードライナー。これ王さん、王さんだぞ。さあここから王長嶋と続きます。あ、よく膝のあたり投げろって言われてたよね、王さんの時は。さあここもボールが続きます。おけんせい。危ない。うん、151キロストレート。スリーボールワンストライク。打っていいですよ、王さん。フォアボールです。よく見ました。お、変えます。出ました。もう変えます。もう変えます。はい、4番長嶋に対して、小山さんでお願いします。お、出た。小山を使います。昭和の対決ですね、これはね。昭和もまだ昭和の中盤の昭和。お、初球打ち。長嶋さん、わずかにファール。2球目空振り。おー、流していく。なんだか破りました。セカンドランナー3塁回ってホームイン3点目。そしてファーストランナーも帰ってくる。バックホームは間に合いません。じゃあ4点目が入りました。すごい、素晴らしいバッティングでした。でも素晴らしいバッティングだね、これね。まんまん中破りました。そしてランナー2人が帰ってきました。
いや、いい中継プレーでありましたが、ね、セーフということになりました。すごいシーンですね。ピッチャー変えなくて大丈夫。変えます、はい、さあこれ以上点はね、遠山さんでお願いします。遠山松井のね、はい、ああ上川さんピッチャーいなくなってきましたからね。そうですよね。大丈夫です、なんとかします、はい、遠山松井キラー、今回はファーストから来たわけじゃないですね。そう、ベンチからベンチから来ましたね。さすがこの対決はやっぱりね、やはりね、演出しますよね。遠山の入場曲がかかるとね、思い出すな、松井が嫌な顔してたな、さあシュートが決まって追い込んだ遠山、バッター松井、弾き返すか、いやーー松井の勝ち、ランナーたまります。いやー井川さん、ちょっと待った、代打、高橋由伸代打、はい、まあしょうがない、変えてくるかもしれませんけれども、はい、ラミレス、お願いします。ラミレスがいます。ラミちゃん行こうか。あーピッチャーがいないからな、よっしゃよっしゃよっしゃ、このまま行くしかないのか、阪神あとベンチ2人です、ピッチャー。ラミちゃん、そうですよね、ちょっと難しいな、これまだ3回ですからね。さあ遠山が踏ん張るか。これホームランまであるぞ、これあ、ボール先行、うん、ここは決まる。これは井川監督ちょっと失敗した可能性あるですね。ちょっとスタミナがもうなくなってる。うん、およくタイミングずらしましたが、フルカウント、あ、危ない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 、ラムちゃん、打球伸びてセンター見上げるだけ、バックスクリーン、ライダースリーランホームラン、これはナイス采配だよ、これラミレスのスリーランホームランが出ました、7対1。これは牧原監督の采配、答えられないね、これね、というとこですね、見えられなかったっていうのがいいよね。大山打たれました、井川監督頭を抱えます。やばいやばいですね、見事ですね、変えます、お、変えるしかない、しんのすけ変える、もう藤浪くんでお願いします。ここで藤浪大丈夫でしょうか。さあ藤浪晋太郎リリーフで登場、もう失点は許されない、ワンボールワンストライクになります。いい球だ、落としてきますが見送ります、見逃しの三振、ツーアウトになりました。しょうがない、ショート、これショートの代打出すときはショートを変えなきゃダメですもんね、その後の守備で、うん、はい、いや、まあいいです、そのままでいいです、坂本はね、とりあえず156キロ、6点リードがある巨人、よっしゃ、ピッチャー返し、ショートが取る、よし、あ、もうこれ抑えました、吉田さんじゃしょうがないよな、これしかしこの回一挙5点を取りました、7対1と大きくリードが広がります。ピッチャー変えましょうかね、こっちもね、はい、ラミレス守らすのも6点差だったら面白いかもしれない。そのままいきますか、うん、そのままいきましょう、ラミレスそのまま守りましょう、はい、でピッチャー交代しましょうか、スミさん行こう、スミさん、お、ここでスミ、ちょっと見たいね、スミ、はい、さんね、うん、硬、うん、い采配してきたなと思われるな、はい、これスミさんだよ、もったいない。さあ6点を追いかける阪神の攻撃、お、まずはなんとか塁に出たい、バッターバース、バースホームラン打ちそうだな、あ、ね、さあ2球で追い込みました、まだ時差があるんじゃないか。バース、ほら打ち上げた、キャッチャーが取ります。ワンアウト、もうそのままだよね、これ4番掛布、はい、さあ回は4回、このゲームでは終盤に来ています。お、これも大丈夫、センター、そうですね、うん、ほぼ定位置です、はい、柴田さんきっちり取りました、さあそのまま行きましょう、はい、ね、そして岡田、岡田さんがなんか打ちそうだな、低めのボール空振り、でもすぐ追い込みますね、うん、テンポがいい、隅、さあ投球4球目、
内野ゴロ、ファーストが取って、ピッチャーベースカバー。きっちりですね。三者凡退、4回0点の阪神です。あと1イニングしかありませんよ。井川さん、ピッチャー変わります。はい、はい、じゃあ球児で、はい、じゃあここで藤川球児をまずピッチャー送り込んでまいりました。代打はちょっと川上さん見てみたい。見たいですね。川上さんどうなるか見てみたいね。神様を、はい、神様もったいないけどね、ここで使うのは。じゃあ行きましょう、はい、ミート率 S、はい、に代わりまして川上、背番号16。さあ6点リードの巨人、代打川上。球児のストレート対川上さんのコンタクト率、俺空振り、早い。サードゴロ、ここは藤川球児を抑えます。あ、川上さんダメか。ワンアウトランナーなし、打順1番に帰って柴田。あ、すいません、交代します。はい、はい、ライダー吉村。おー、ね、ここで吉村に変えます。これ、ね、吉村ちょっとセンターも守れるし外野守れるでしょう。バッター柴田に代わりまして吉村。さあ吉村が代打に入ります。リードを取る巨人。おお、フォークをすくい上げました。いいバッティングだね、うん、ショートライナーでした。続いて篠塚、7対1とジャイアンツ大量リード。うん、フォーク空振り。うん、ズバッと決まります。ストライク見逃しの三振、藤川球児を抑えました。まあまあ、この回抑えれば僕ら勝ちでしょ。そうですね。さあピッチャー交代しましょうかね、はい、上原行きましょう。はい、はい、ではここで、ここが球児ならこっちは工事だ。はい、右上工事で代打、うん、いきます、はい、さあそして田淵に代打という。左で使いたいのは檜山さんでお願いします。さあ檜山、檜山じゃフォーク攻めされるよ。球児さんがねしっかり抑えたんで、ここで流れを ね、はい、ねビッグイニングにしたいですね、はい、まずはランナーとして出たい、塁を埋めたい阪神です。ワンボールワンストライク。おお、さあ6点を追います。タイミングがずれている。ありました、うん、そうだ、セカンド篠塚ががっちりキャッチ。そうだな、左ですかね、金本さんそのままで、はい、さあ上原対金本、野球は何があるかわからないですから ね、 ね。ワンボールワンストライクです。際どいところを見送って、なんとか出てほしいな。やっぱこう見守る方もやっぱ最後の回になると、うん、ちょっとシーンとして見入っちゃいます ね、 ね。どうだ、ファウル、その先。さあフルカウント、よし、ファウルです。お、出ました、変えます、はい、あ、そうだな、吉田さんのところは八木さんお願いします。ここで代打の神様、代打、うん、の神様、チャンスで圧倒的勝負強さを発揮すると。おお、危ない危ない危ない、危ない、ここで牽制を入れてきました。よし、あー、出た、2枚抜けない、アウトだ、ゲームセットになりました。最後はゲッツーでした、はい、7対1、見事巨人が勝ちました。うん、いやー、というゲームでございました。はい、本日のヒーローラミレス選手です。はい、代打スリーランホームランでした、あれは劇的でした、あれ劇的だよね、あれホームラン、うん、打ってくれそうな気がするっていう風にね。そうなんですよ、だからなんかこう監督ってこう多分使用感って出した時にこのスカッとする気持ちってこういうなんだろうなと思いますよね。自分の思い通り行った時にね、このレジェンド名勝負でした、面白かったですね。そうなんですよ、ですから各球団こういったレジェンドがね今回たくさん搭載されているのがこのパワープロの、はい、新作になりますね、はい、これぞ名勝負でございました。
視聴者プレゼントのお知らせです、はい、本番組にご出演いただくレジェンド OB の方々にサインを書いていただきまして、そのサインボールを視聴者の方にプレゼントしてまいります。はい、はい、さあ15人のレジェンドの方々にサインを一つのボールに入れていただくという、これもすごいよこれ、これ入れとけばいいですか。はい、ではお願いしま す。その場で、はい、書いているところも限られたスペースに、はい、はい、そして伊賀さんにも書いていただきます、はいはい、ボール回し、あ、私サイン確実に本人が書いてますよという証拠が残ってますので、うん、です英語バージョンになってるのどっちなんですか。自分は漢字バージョンで、はい、漢字で書いてましたね、あの真似できないように、あ、外国人が、はい、はい、お二人に書いていただきました、はい、こちらのプレゼントの応募方法は動画の概要欄に記載しておりますので、このチャンスお見逃しなく。続いてのコーナーに参りましょう。レジェンドシナリオ。さあ、このコーナーはオリジナルシナリオ連動企画です。パワプロ2024ではなんとユーザー自身でオリジナルのシナリオを作成することができ、皆さんが作ったものを楽しむことができると。すごい、オリジナルが作れると、うん、はい、まあ、そこで井川さんには自分だったらこれをシナリオにしてみたいと思う印象に残っているシーンや名勝負を教えていただこうと思いますが、はい、ズバリどんなシーンでしょう。2002年の開幕戦なんですけど、はい、9回ノーアウト1・2塁の場面なんですけどね、うん、はい、これはもう先発が伊賀投手 で、はい、相手が巨人で、はいはい、そして開幕ゲーム、はい、3対1で勝っている、はい、で9回ただピンチを迎えたという、このシーンはどんな思い出が込められてますか。初めての開幕先発投手だったんですけど、うん、まあ、あれよあれよとなんか9回まで行ってしまって、いつ変わるんだろうって自分の意識にあったんですけど、なんかそういう雰囲気もなかったんで、とにかく変わるまで一生懸命投げようと思って投げてた試合でしたね、はい、うん、でその、まあ、ピンチじゃないですか、はい、どう乗り切ったんですか。2ボールまで行って、でバッターが江藤さんだったんですけど、ちょっと多分2つフォアボール出してたんですよ。なのであんまり苦手だったんで、ちょっと歩かしたいなって気分もあったんですけど、満塁にはしたくないっていう思いもあって、とにかくもう置きに行こうっていう感じで投げてましたね、うん、でそこでちゃんと打ち取って、はい、打ち取ってワンアウト取れて、はい、その後は一応ゲッツーで3アウトになりました。それ終わった時どんな気持ちだったんですか。いや、正直もうホッとしましたね、はい、嬉しいよりもホッとした方が強かったです。開幕勝利っていう試合ですもん ね、はい、その時はあの星野監督に変わった年だったと思うんですけど、はい、星野監督はどんな様子で見てたんですか。なんかこうプレッシャーとかあったんですか。プレッシャー、その試合確か星野監督が倒られて、ベンチの後ろで休まれた時間もあったと思うんですよね。あ、そうなんですか、はい、やっぱ星野監督が倒れてる分、こう選手で頑張ろうっていう感じはありましたよね。そうですか、思い出深い試合なんですね、はい、まあ、インターネットで調べるとなんかね、星野監督がこう笑顔で井川さんを出迎えてる写真なんかも出てきますけど、うん、そうですね、まさか監督があそこにいると思ってなかったんで、うん、自分もびっくりしましたね。あ、そうなんですか、はい、その当時の巨人ってやっぱり打線もすごかったじゃないですか、はい、井川さんから見て巨人打線ってのはどう感じてましたか。まあ、みんな一発打てるバッターなんで、とにかくこう塁に溜めないというか、でもう一発だったら仕方ないと思って投げてましたね、はい、相性っていうのはどうだったんですか。なんか投げやすいとか、やっぱり巨人嫌だなっていうのは。いや、自分は投げやすいと思って投げてましたね。あと、まあ、やっぱりテレビ中継絶対あるんで、うん、まあまあみんな見てくれるから嬉しいなと思いながら投げてましたねそういった意味でもやっぱ巨人戦ってこう力が入るもんなんですか。テレビ中継まで一周しないと多分大体7時からなんでなのでその前に降板してしまったら先発誰だになってしまうんで、それまで粘ろうっていうのはよくタイガースのピッチャー陣で言ってましたね。一回り抑えないと中継乗らないぞと。そうです、テレビ映らないと違う視点からのね、面白いですね。さあ、そんなシナリオに、ね、なるといいですけどね。そうです、はい、そういったシナリオも再現できるということでございますね、はい、牧原さん、なんとパワプロでオリジナルのシナリオを作ることができると、うん、シナリオ、はい、いうことなんですけれども、うんうん、牧原さんがもしシナリオを作るとしたら、はい、どんなシーンを選びますか。さよならですね。さよなら、さよなら、うん、さよならのシーンって、うん、やっぱりもうすごい印象残ってるし、チームに勢いがつくんですよ。でファンもそれを語りながら駅でビール飲みながら、うん、っていうことを考えると、そこをちょっとフィーチャーしたいね。牧原さんのこう印象的なさよならシーンっていうのはあるんですか。いや、僕優勝決めた時に、あの、まあ2000年代だから江藤が
満塁ホームラン打って同点で最後に岡がライトにサヨナラホームラン決めた試合だったんですけど、あれ抑えの中日のピッチャーが出てきて絶対もうダメだというチーム内の雰囲気の中、それを覆して優勝を決めた時にものすごいこう球場が湧いたのを覚えてるんで、あれは忘れられないシーンだったですね。ですか。じゃあ牧原さんのこう一番の名勝負っていうところだと何かシーンはありますか。完全試合のところでね、うん、名勝負じゃならないもんね、抑えちゃってるんだからね。いやいや、どうなんですか、あの完全試合の中でも、うん、この瞬間やばいとか今振り返るとあの一球ヒヤッとしたとか。一茂のところに飛んでった時が一番危ないからあいつ焦らないからね。あいつ後になんかサードゴロあれはセーフだったとか言ったこと言ってることあるんですよ、やめてくれと思いました。そうですか、そんな中振り返るとね、すごい面白いシーンもありますけれどもね、本当そうですよね、じゃあオリジナルシナリオに入れるとしたらもうさよなら、さよなら、うん、だからまあ劣勢は劣勢でいいんですよ、はい、でそこからこう最後ひっくり返すっていうシナリオがやっぱり一番いいし、ファンもやっぱりこうグッときますよね。そうですね、まあ、そこでもうこれで終わりだってなって、うん、うわーってもう多分知らない人同士でもハイタッチで抱き合ったりだとかっていうのが起きるそのシーンっていうのはさよならじゃないかなと思いますね。この瞬間牧原さんどこにいてどういう動きして誰と抱き合ってみたいな。僕らがベンチからダーッと走ってって、まあ、あのハイタッチするのか水をかけるやつが今水をかける人なんか多くなってるからね、あのシーンって見てるファンもものすごく嬉しいですよね。いやあれはね本当にやっぱりさよならはやってる本人たちも含めて、もうみんな演じることなくやっぱ子供の頃から何も変わらないですよね。あの最後さよならなんていうのは本当嬉しいシーンなんでね、やっぱりね、この味方がさよならをするというところを選んでいただきました。はい、はい、貴重なお話今日はありがとうございました。いや、とんでもございません。ありがとうございました。さあ最後までこのコーナーご覧いただいた皆さんにこちらのコーナーお送りします。はい、栄冠クロスとの連動企画、レジェンドの高校時代。はい、さあレジェンドのお二人の高校時代を振り返るこのコーナーでございます。野球部時代のお話を井川さんと牧原さんにお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ高校時代の思い出、牧原さん高校野球振り返るとどんな時代でしたか。まあ、めちゃくちゃ楽しかったし辛かったんですけど、甲子園なんか僕ら行けると思って野球やってなかったんですよ。そしたら結果的に2回行ったんですよ。だから行けたことがもうすごい奇跡だったんで、辛い思い出がなくなりました。井川さんはどんな高校球児だったんですか。はい、まあ、みんな朝練をやるんですけど、自分一度も朝練をしたことないっていうか、あんまり練習してなかったイメージですね。あれ、牧原さん真摯に向き合ってますか。プロに入ってから真摯に向き合ってます。でもこういう時代もあって、でやっぱりそこをちょっと変えたとかいうことでしょう。それは十分行かなくてよかったの。はい、そうですね、自由参加なんです。自由参加だったんで、はい、いつもやってなかったですね、何も。ちゃんと野球上手くなるにはやっぱ練習はね、今と一緒ですよね。そうですね、そうですね、練習はした方がいいと思います。はい、だから怪我だったからってことをちょっとね、それはね、ありますよね。そしてお二方に、今の高校球児にぜひ一言いただきたいんですけれども、井川さんいかがでしょうか。毎日毎日ね、こう悔いなく、まあ、やれることはしっかりとやってほしいなっていう思いがありますよね。秋原さんいかがですか。そうそう、みんなにもチャンスあるから、ぜひ、まあ、野球しっかり向き合って頑張ったらいいことあるよっていうには言いたいですね。ちょっと二方はもし高校野球の監督になるとしたらどんなチーム作りますか。牧原さんいかがですか。やっぱり将来思い出になるような、あ、よかったね、あの時代って一緒に酒を酌み交わせるような高校時代を過ごしたいなと思うんで、その雰囲気作りをぜひ野球部の中でもやりたいなと思うんで、井川さんはいかがですか。まあ、やっぱりこう高校3年間っていうか、この2年4ヶ月間を、まあ、全力でその部員たちが打ち込めるような環境作りをしたいなと思いますよね。どういったところの環境を気を使いたいなとかありますか。まあ、本当こう何の制限もなく、こう自由にやりたい人はやると、やりたくない人はもうそれぐらいでいいかなっていう感じで。それ完全に自分になぞらえてますよね。まあまあ、あの本当やっててよかったなって、野球部で入ってよかったなっていう思い出ができればいいかなと思いますよね。じゃあご自身のような高校の環境を作りたいと。そうですね、まあ、それがぜひこのゲームでもね再現できますんで、ぜひ、ね、そうだよね、そういう
お二方の高校時代含め貴重なお話が、ね、聞けました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。そして皆さん栄冠クロスをぜひダウンロードしていただいて、高校野球の監督として甲子園を目指してまいりましょう。パワプロの人気モード栄冠ナインがモバイルアプリで登場。高校野球部の監督になり、目指せ全国制覇。パワプロ栄冠クロス、今すぐインストール。本日はご視聴いただきありがとうございました。さあ、パワプロは今年で30周年を迎えます。過去最多の OB 選手を搭載したパワプロ2024-2025で一緒にもっと野球を楽しんでまいりましょう。それでは皆さんご一緒にお願いします、はい、せーの、野球しようぜ。コナミ